どうも、ケイスケです。新しい iPhone が出るぞということで、ちょうど、もう本当にちょうど今、アップルイベントが終わりました。年に1回の、まあ、お祭りみたいなもんですね。アップルの新製品発表会です。で、今年は、アップルウォッチと AirPods シリーズと、あとは iPhone シリーズですね。この3種類が出ることになりました。今回の動画では、それぞれのアイテムで新しく出たものをまとめながら、どういう風に進化したのかっていうのをね、お話ししていこうと思うんですけども、アップルイベント全体の話で言うと、結構アップルインテリジェンスをしただったなっていうイメージがあります。アップルインテリジェンスって、アップルの要は AI の話なんですけども、まあ、その辺を活用するために結構ね、機器をアップデートしましたよというような発表が結構多かったのかなっていう印象です。なんですけどこのねアップルインテリジェンスって、まだ言語がね日本語対応してなかったりして来年から日本語対応になるらしいので、ちょっとそれを待つしかないんでこうパッと今は正直真新しい機能が追加されてるかっていうとなかなかそうじゃないかなっていうのがまあ全体の印象としてはあります。とはいえ出てきた新製品アップデートしておりますのでその辺まとめていきたいと思います。早速いってみましょう。ちょっとパソコン見ながらお話しさせてください。まずは Apple Watch ですね。Apple Watch がシリーズ10になりました。まあ、僕も Apple Watch 持ってるんですけども、まあ、だいぶ世代が進んで今10という形になっています。Apple Watch の進化は結構順当な進化をしてて、画面が大きくて見やすくなりましたよっていうのと、あとは軽くなって薄くなりましたよっていうのが大きなところです。あと30分で 80% 充電できるようになったので、結構もう本当に1日中、僕の友達とかだとお風呂入ってる間だけ充電していて、あとはもう寝てる間もずっとつけてるよって友達が多いんですけども、そういう使い方が完全にできるようになりました。今までの Apple Watch の中でも一番大きいディスプレイに最薄のボディ。で、画面は最大 40% ほど明るくなっていて、プラス防水性能も上がったりとか、細かいところアップデートされています。あと新素材のチタニウムのモデルも追加されています。これも結構かっこいいですよね。で、Apple Watch って常時表示っていうのがあるんですけども、それが今までは1分に1回リフレッシュされるみたいなのが、今回はもう1秒に1回リフレッシュされるようになりました。これで電池持ちがちょっと悪くなるんじゃないかなと思うんですけども、さっき言ったバッテリーの急速充電があるので、まあそれで1日中使えるようになるよという形らしいです。で、値段としては399ドルから、今日からもう当日から予約開始で、20日に発売となります。あともう一個新しい機能で、これは、ウルトラ2とかシリーズ9とかにも使えるらしいんですけども、寝てる間の無呼吸症候群みたいなのを検知できるようになりました。そういうなんか自覚のない無呼吸みたいなのも検知できるようになったみたいなので、そういうの気になる方は結構これ買ってみてもいいかもしれないですね。僕も結構健康面最近気になってるんで、Apple Watch つけたいなと思ったりしてます。はい。で、Apple Watch Ultra の話もあったんですけども、これはアップデートされたわけじゃなくて、新カラーのサテンブラックっていうのが追加されました。もうこれだけですね。で、続いて、AirPods 4です。今まで AirPods と AirPods Pro っていうのがあって、ここの違いが、まあ、AirPods の方はオープンじゃない、インナーイヤー型か。っていうので、AirPods Pro っていうのは、イヤーピースが付いているカナル型っていうタイプでした。で、プラス AirPods Pro だけにノイキャンが付いているって形だったんですけども、今回 AirPods 4からノイキャン付きのモデルも発売されるようになりました。結構これ、Twitter で結構嬉しいっていう声をね、ちらほら見たんですけども、カナル型、イヤーピース付けるタイプだと耳が痛くなっちゃったりとかする人多いっていう話らしくて、まあ、インナーイヤーのタイプ使いたいんだけど、今までノイキャンなかったんだよなっていう人が、このね、AirPods 4を買うのはかなりありなんじゃないかなと思います。もちろん USB-C ポート対応です。で、中のチップが Apple H2 チップという風になっていて、声の分離っていうね、要はなんか周りのノイズとかを消す機能だったりとか、そういうのもかなりアップデートされています。で、全体のサイズ、ケースのサイズっていうのもかなりちっちゃくなったんですけども、バッテリー持ちは30時間持つようになっていて、まあ十分ですね。まあ相当はバッテリーは持ちそうだなっていう感じがします。で、新しい機能として誰かと話し始めると、それを検知して、音量を自動で下げてくれるっていう機能もついたらしいです。ちょっとそれも試してみてですね。で、ノイキャン付きとノイキャンなしのモデル、2モデルが発売されるんですけども、ノイキャン付きの方が179ドル、ノイキャンなしの方が129ドルという値段になっています。で、AirPods に関してはもうそんなもんですね。AirPods Pro の進化はなかったし、あとは AirPods Max か。に関しては、機能の進化ないんですけども、これもカラーが追加されました。こんな感じでいろんなカラーが追加されているので、今まで AirPods Max 欲しかったけど、カラーがなと思った人は、この機に買うのもいいかなと思います。
で最後 iPhone16 と iPhone16 Pro ですね。今回なんか良さそうだなと思ったのは正直 iPhone16 の方です。 Pro じゃなくて、無印の方。まず iPhone16 の方なんですけども、ウルトラマリンとかティールとかピンク、あとブラックホワイトかな、の5色展開となっています。で 6.1 インチの画面の大きさ、トータルは 6.7 インチの iPhone16 Plus っていうのもあります。でセラミックシールドっていうのが初代よりも 50% ぐらい強度が上がってるので、まあ、かなり頑丈なガラスが使われてる。で画面の明るさは1ニットから2000ニットまでもう自由に変えられるよっていうものになりました。で今までこのプロの方についていたアクションボタンっていうのが、iPhone16 の方にも搭載されて、なおかつカメラコントロールボタンっていうのが追加されました。でこのカメラコントロールボタンを押すと、このね、こうやって向けた時のこの人差し指あたりにボタンが追加されたんですけども、このボタンを押すと、カメラが起動して、再び押すとシャッターになったりとか、あとはなぞったりとか、そういう風にして機能を変えることもできます。これは、後でお話しするんですけども、プロの方にも搭載されています。で、まあ、もちろんバッテリーの容量が上がって電池持ちが改善しているというくらいですかね。チップが A18 チップっていうのになって、前が A16 チップだったんですけども、2世代飛び越えて A18 というふうになりました。まあ、カメラ性能っていうのもシンプルに上がっていて、 4K60p の撮影もできるようになっているので、まあ、正直カメラのスペックじゃない、スマホのスペックとしてはもう iPhone16 で十分なのかなっていうふうに思います。で、そういう話をしておきながら iPhone16 Pro のお話なんですけども、こちらは 6.1 インチからさらにちょっとだけ画面が大きくなった 6.3 インチのディスプレイになりました。これね、周りの黒い部分、ベゼルっていう部分をもう極限まで薄くして画面を広くしましたよっていうのが今回の iPhone16 Pro です。で今回もチタンで、ブラックチタン、ホワイトチタン、ナチュラルチタン、デザートチタン、デザートチタンっていうのが、新しいカラーですね、の4色展開というふうになっています。でチップは A18 Pro チップですね、さっきの iPhone16 からちょっとグレードが上がったチップというふうになっています。で、1個 iPhone16 と iPhone16 Pro で違うのがプロモーションの採用ですね。画面が要はより滑らかな画面になっているので、まあ、かなり手に吸い付くような感じで画面が操作できるという形になっています。でカメラ性能も上がっていて、15 Pro の時は、15 Pro と15 Pro Max で望遠のレンズが違ったんですよ。15 Pro の方が3倍で、15 Pro Max の方が5倍って感じだったんですけども、今回から5倍の望遠に統一されました。なので16 Pro の方でも5倍の望遠が使えるという形になっています。なおかつ、今回は 4K の 120p、4K の5倍スローぐらいまで撮影ができるようになりました。まあ、これは結構僕の場合は 4K のスローモーションを多用したりするので、映像作品でね。なので、その辺で iPhone が使えるようになったならそれ使ってみたいなという感じでちょっと思ってます。なんかプラスオーディオミックスの機能もかなり改善されてるらしくて、結構音声の録音方法を、まあ、プリセットで映画っぽくとか、もっと声にフォーカスしてとか、そういう感じで、録音方法を変えれるようになったらしいので、その辺もちょっと試してみたいなと思ってます。まあ、全体としてはそんなところでしょうか。まあ、どれも正当進化っていう感じではありますね。結構大きな進化をしたところで言うと、AirPods がノイキャン追加されたっていうところが一番大きいんじゃないかなと思います。ケイスケの動画、はい、ここからぶっちゃけの話なんですけども、まあ、正直 Apple イベントに関してはなんか今年 PV がちょっと少なかった気がしたんですよね。いつも結構 Apple のなんかプロモーションビデオ面白いの多いなっていうイメージだったんですけども、今年はちょっと少なかったような気がする。なんか製品の外観だけ紹介みたいなのが結構多かったんですよね。なんかそれがちょっと残念だなっていう風に思っちゃいました。 AirPods Pro の PV とか僕大好きなんですけども、なんかそういうのがなくてちょっと残念でしたね、そこは。でしかも新家電としてもさっき冒頭で言った通り Apple Intelligence 前提なんですよ。この Apple Intelligence で、今回のこう iPhone とか Apple Watch っていうのがより一層活用できるようになりますよみたいな、そういう話だったんですけども、この Apple Intelligence が、まあ、基本的にあんまりまだ日本語では使えない、使えないですね、来年から対応なので、まだまだ使えないっていうところで、まあ、今回の Apple の製品に関しては日本人としてはちょっと入りづらかったかなっていうイメージが僕はありました。でなんでやっぱ嬉しかったところで言うと、避けた AirPods のノイキャンの機能だったりとか、iPhone のところで言うと、まあやっぱ 4K の 120p 使ってみたいなってところが一番大きいですかね。あとは、追加されたカメラコントロールボタン、これがどのぐらい有用なのかっていうのも使ってみたいなと思っています。このね、真ん中ら辺になるらしいからね。で、まあここまでいろいろ話したんだけど、発表
だけ見た時に、まあこういうスペックなんだ、ああいうスペックなんだ、ああいう機能が追加されたんだっていうのは理解できるんですけども、意外と持ってみると、あ、ここ進化してるやんって部分結構あるんですよね、 iPhone って。例えば前のモデル14ぐらいだかな、僕持った時にあのシネマティックモードでの手ブレ補正めっちゃ良くなったりするんですよ。今回も 4K120p 撮れるよっていう話はしてあるんですけども、シネマティックモードだとどこまで撮れるのかっていうのも、しっかりと、来た後に、手元に届いた後にレビューしたいと思います。つまり買おうと思っております。今回買おうと思っているところで言うと、まあ AirPods に関しては正直僕 AirPods Pro 持っちゃってるから、まあすごい進化ではあるけども、そんなに大きく変わらないかなと思っていて、やっぱ買うところで言うと iPhone 16、 まあ iPhone 16 Pro ですね。やっぱずっと Pro で来てるので、前は今持ってるのは iPhone 15 Pro Max だったんですけども、もう一回り小さいサイズの iPhone 16 Pro にしようと思っております。っていう感じで、皆さんはいかがでしょうか。まあ今回は買えない、見送るよって人とか、あとはこの機能欲しいからちょっと買い替えてみようかなみたいな、そういうのがあればぜひねコメントで書いてくれると嬉しいなと思います。ちょっとねあまり眠くて目が閉じ始めてきたので、今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あらチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。